はい、たけしです。ギグス8月号ギアナビ、今回の動画で紹介するのはこちらです。じゃじゃん、エドワーズ、はい、エドワーズの E-Viper1H というモデルなんですけど、もうとこらしくないですかこれ。すごいこうワンピックアップ 1H ですよ。だからハンバッカー一発、ピックアップセレクターも何もない、ボリュームだけです、トーンもないです。もうこれ以外はさせないっていう男らしさが感じられますよね。で、まあ仕様っていうかこう引いた感じ、持った感じ、ネックが意外に太めに作られてて、その感じもなんかこの男らしさと相まって極太っていう感じなんですけど、まあちょっと音を出してみようかなと。まああんまりこういうタイプのギターをこうクリーンで弾くっていうことはないかもしれないですけど、一応でもやっぱりね、はっきりした音ですよね。でまあ歪むとこうですよ。もう待ってました。このなんていうのかな、ブリッジミュートしたズンズン感とかがもう専用マシンみたいな感じがして、なんかね、やりたくなるんですよ。すごい、ほんとトーンさえないっていう、このこれしか出さないっていう感じは見事だなと思いました。でここでロックする仕様になってたりとか、細かいのがあって、あとまあやっぱ重いの向いてますよね。だからなんかこうなんか下げたくなる感じがする。だからダウンチューニングとかしてもこう極太で抜けてくるサウンドになるんじゃないかなと思いました。というわけで今回ご紹介したのはエドワーズの E-Viper1H、 ご紹介しました。